ルドホレツアレナはブルガリアのラズグラトにあるサッカースタジアムである。ルドホレツラズグラドがホームスタジアムとして使用する。スタジアムは1950年代半ばに建設された。2011年にスタジアムの改修工事が行われた。スタンドも改修され、収容能力は6500人になった。同年9月25日のレフスキソフィア戦で会場。 会場式典にはブルガリア第60代首相のボイコ、ボリソフ、ブルガリアサッカー連合会長のボリス・ラフミハイロフらが参加した。2015年5月15日に収容能力2308人のスタンド席が建設された。施設名は UEFA チャンピオンズリーグ2014から15、プレイオフのステアがブカレスト戦で活躍し、 ルドゴレツのグループステージ初出場に貢献したコスミン持ちに由来する。新しい施設とクラブ創設70周年を記念する式典には首相やサッカー連合会長などが参加し、デシスラバ、セツア、ジェーナ、クリシアが歌唱した。2016年12月15日、ラズグラトシとルドゴレツは35年間のスタジアムのコンセッション契約に署名した。最終的に、 スタジアムの収容能力は12,500人となる。2017年4月からは約3,500席のスタンド席の建設が開始された。ありがとうございます。